2人の気持ちは叶わないんでしょうか。2人を高尾山に迎えに行った時、
ました。体は衰弱してただろうに、本当に幸せに眠ってたんです。私たちは心配で眠れませんでした。気持ちは同じです。けど、二人の人生は結局二人だけのものなんです。弟はさっきまで諦めていました。自分は彼女を守れない。ふさわしくない。けど分かったんです。そんなことは自分が決めることじゃなくて、相手が決めることだって。彼女はフミヤに会いたいと思った。その気持ちに弱さやコンプレックスなんかはないって。自分もそんなもん必要ないんだって。もちろん逆も考えてみました。健常者だな。それは確かに生活は補ってもらえるかもしれません。けどそれこそ弱気なコンプレックスがきっと相手に対して芽生えてしまうはずです。例えばその後相手が自分以外の異性に惹かれたとしても、きっとずっと我慢するでしょう。自分は彼に、彼女に助けられて生きてるんだからと。対等ではいられないんです。そうだよ。そんなの恋愛かよ。そんな結婚すぐに壊れちまうさ。そうさ、僕は、僕たちは二人でいるとき、そんな気持ちは全然ありませんでした。コンプレックスを感じることなんか全然なくて、バカみたいにふざけたり素直になれて、初めて普通にいたわり合えたんです。お願いします。合わせてやってください。お願いします。お願いします。お願いします。分かった。波に合わせよう。分かった。私たちが間違っていたのかもしれない。文也君と波は、あなたにそんな権利はないわ。波の親権者は私です。私は離婚はしない。私は波の父親だ。お前の夫だ。これからもずっと。柏木君に言われたんだ。お前は私を愛していたんだってね。私もそうだ。だから苦しんだ。私を許してくださるの？許すも許さないもない。私はそんなに偉くない。いや、人間はそんなに偉くはない。だったかな。寺田さん、僕は彼女の目になれます。きっと彼女も僕の足になってくれると思います。さあ、文也君、娘に会ってやってくれ。ありがとうございます。ありがとうございます。遅かったのね。ごめんね。僕が